はい。じゃあ、それではですね、えー、本日の、え、論文直前ゼミの第1回ということで、えー、この一応講座自体は予備の論文の直前集中講座ということで、えっ、ー、と、ま、一応担当式試験が終わってですね、合格発表がとりあえず出て、で、まあ、一応ですね、159点ですかね、今年ね、えー、ま、担当合格をした方については、えー、予備試験の論文まで、ま、残り期間がもう2ヶ月切ってくるところという、まあ、2ヶ月弱ですかね、もうほとんどないですよね、えー、もう、あともう5週間。 とかになってますよね、えー、ですからもうちょうどもう合格発表出てるからもう本当にそういう状況になってますので、えー、その直前のまあ約5週間の中で,、えー、全ですべ、ね、て7科目及び実務基礎科目2科目の,あの3科目を除く9科目について、えー、全て確認していくというこの論文直前ゼミについては、えー、一応進め方の前提としてとにかくあの直前ゼミだからといってそこでまあオーバーワークになられちゃうのは一番よくないなというのがあって。 例えばですねあの ね、例えばゼミが例えばすごい講座で予習と復習が大変になってしまってその結果、えーまあ、なんか自分でやるべきことが回らなかったもしくはトー受け入れきなかったとかね、まあ、そういうこともあるのであのこの直前ゼミの,もうあのスタンスとしてはとにかくまあ負担にならないようにただ負担にならないんだけれども絶対にやらなきゃいけないことについては、えー、講義の時間内に全てやりきるっていうのがまず出発点ですで講義でやるものっていうのは基本的に何かというともう予備試験の過去問についてはもう絶対に全てやらない 実際おそらく受験された方は予備試験の過去問っていうのはまあ一定程度回したことがあるもしくはまあ起案したことがあるというケースはあるんだけれどもじゃ残り例えば 5, 5週間ですかね6週間弱ですかねもうそういう状況の中で100問近い過去問を全て網羅していくっていうことはまあ現実的ではなくてそうするとまあ意外と抜けてしまっているものがあるという状況の中で始まってしまうということも十分あり得ると。で特に予備試験のの場合はは、まあ、近年の傾向としてはもう10 10年,11年終わってます世界で12年目ってことになりますからそうすると過去に出題されたものが繰り返し出るという、まあ、フェーズに入ってるんですね。 まあ特にまあ会社法であったりとかまあ刑事訴訟法もそうですかねえある程度、起質の論点まあ実務基礎まで含めれば相当なえ重複があるえ状況になってますなのでえ過去問で出たものについてもう1回出るということについてはもうこれはさあの十分考えられて毎年2科目前後は過去問をしっかり潰していればまあ確実に点が取れる問題というのがもう出てるなので予備試験の過去問についてはもう徹底的に全部やるということは必要になりますのでまあ講座の中ではまずその予備試験の過去問を全てやりきるという とところをままず一つの目標値にしていっていいっすであともう一つは講義の中で扱うのは予備試験だけでなくて近年の傾向として司法試験なんですよね。で司法試験に関して言うと司法試験で過去まあ大体56年ぐらいで出たもので、えー、予備試験で密室かつ重要論点が予備試験で形を変えて出ているなんていうのは結構あるんですよね。 でまあ、そういうものについても一応論点網羅という観点からはまあ予備試験の過去問だけではやっぱり足りない部分はこういう論点ちゃんと覚えてますかということはまあ一定程度高速で回す必要がある、まあ、もしかしたら1回やったことがあるものかもしれないけれどもある程度まあぼやけているようなものっていうのがあった場合にそれをまあちゃんと潰していかなきゃいけないでそうするとこのえと直前講座でやるべきことっていうのはまあ大きく分けると1回の科目の時間数は3時間っていう形になりますけれどもまあ予備試験の全過去問で出題された全論点を高速で回すこととそれから からもう1つは司法試験の中で今後出題される可能性のあるものやあとはまあ直近判例ですね結構重要な直近判例って、まあ、刑法だったら、ね、同時障害の特例の問題だったりとかあとは民事訴訟法だったら、えー、総裁の答弁に関する問題ですかねそういう形で、まあ、いくつかま近年の判例で出題される可能性があるものっていうのについては、まあ、簡単にでも知識入れておかなきゃいけないのでそうするとま予備試験司法試験全国う司法試験の重要問題、えー、それから、えー 判例の中で、まあ、近年特に直近の判例の中で出題可能性があるところについて講義の中で見ていくということになりますそうするとめちゃくちゃ忙しい時間になりますで基本的にレジュメとしては今日1回目の講義で、まあ、民法は2回やるのでちょうど民法の前半というイメージになりますなので、えー、扱うものについては今日、ね、レジュメとしてお配りしているのは、えー、この直前のスクリーニングシートというものになりますでこのスク,スクリーニングシートってこれ何かというとです、ねえーまあ、予備試験の過去問ですね今回は予備試験版ということになりますけれども スクリーニングシートについては、あの予備試験版とま司法試験で式。 出題されたたものの中で抑えとい,い,いうものでまた別途ありますこれは民法はまた後半という形でね、えー、まあ民法も各科目について前半後半という形で、えー、予備試験編と司法試験重要論点編という形でまあ2つにえ分けていきますが、えー、問題部分を今お配りしているものですで、あのー、基本的には予習は一切いらない形にしていますでじゃ何をやってほしいかというと予備試験去問をやらなきゃいけないもしくはやってお,かおいてもらわなければ困るものなので、えー、例えば次回であれば商法のまあ予備試験のスクリーニングシートを使うっていうこと とことになれば、令和3年から平成23年までの予備試験の全過去問をとりあえず目を通しておくもしくは、まあ、終わってないのであればやり切っておくでそれでまあ予備試験の過去問についてある程度習熟した状態であもうここに来てもらうともしくはズームで受けられたらズームで入ってもらってであとは講義の中でどうするかというとその、えー、相当ペースは早いですけれども、えー、今日だったら11年分ですね令和3年から平成23年までの全てで問われているものをある程度一問一答形式。まあ、これはおそらく出題趣旨に沿った 形です出題趣旨の中で、えー、これはおそらく配点が振られているだろうというところについては全部、えー、書いてますからそこについて、えーまあ、いつもだったら双方向とかで、ね、聞いていけばいいのかもしれないけれども、まあ、時間がですね大体、えー、いい1時間半ぐらいでこれを全部やるっていう感じですからもうそれをもう一気に私の方で解説をしていくという形で、えー、進めていきます。で で進め方としては、それの回答については私の方で口頭だったり必要なメモを出しますけれども、えー、基本的にはその回答についてはウェブで上がるような形ですね。えーまあ、実際にこの問題部分についても実際スクリーニングシートって形でマイページ上がってますけれども、えー、こちらのまあざっくりした略解ですね。 略界編という形でのもの上がりますのでそちらの方はまあ適宜使っていくで場合によっては使わなくてもいいかなと思ってますもう分かってるものは分かってるでもう分かってないのであればもう分かってなかったものでそこだけしっかりチェックを入れるという形でもうとにかくあの一番最後の段階というのは本当にスクリーニングの段階に入るので、えー、もう出たけれどもなんか書けそうで書けなかったというものを徹底的に潰すで一番差がつくのはもうとにかく気質の部分なんですよ 気質の部分で書けなかったときのリスクっていうのがものすごい高いのでそのリスクはもうあのとりあえずもう聞いてるだけで潰せるという,、ねえー、いうことでもし仮にですね聞いててあれなんだっけこれってなってる場合には過去問の分析って不十分なはずなのでそこの過去問はもう一回、えー、見るっていう形で、えー、講義の中で全部の過去問をやるというのが7科目の内容ですで,で7科目はそれですであと実務基礎科目についてはこれスクリーニング一応しようがないような気もするので、えー、実務基礎科目については、えー、一応これはですね がありますよねあのえー、と論文公開模試みたいなのありますよね、えー、そちらの問題の方、まあ、受験される方はそれをお持ちに頂い,いてで受験されない方、まあ、受験してほしいんですけれども、えー、の方は一応レジュメという形で問題,だけ問題を上げていきますのでアップしていきますので、えー、その問題については徹底的に書き方であったりとかをやりつつ、まあ、今年予想されそうなジャンルについて、えー、民実芸術はままず扱いますであとは民日芸術については何をやるべきかというと正直知識問題です あの正直その例えばね睡眠過程の書き方であったりとかまあ実務基礎における えーま、た民日の準備書面とかは、まあ、ある程度はもう過去問を潰しているであろうと思いますでそうすると直前期の中で不安になってくるものってなると民日だったら例えば、まあ、要件事実はもちろんですけれども、えー、例えば執行保全法の問題であったりとか、まあ、あとはですねあの、まあ、最近なりはしとめてるけども放送倫理の問題が出たりとか、まあ、あとは刑事実務基礎であったら公判前整理手続きもしくは公判手続きの中の証拠調べ請求における、えーまあ、訴訟式をめぐる手続きであったりとかあとはまあ刑事実だったら十分出る放送倫理とか、まあ、ある程度知識一発になるようなも 問題というのはもう潰さなきゃいけないのでそちらの方は結構問題数使って、えー、その民実・刑実の知識一発型の問題については、えー、対策をしていくという形になる。そうするととゼミとしては 7科目についてはもう全部のスクリーニングをかけていくでで実務基礎に関してはまあ論文公開模試を使った事例問題の最終確認とそれから知識問題の総チェックをしていくという形になりますのでまあ基本的には予習というものはまあ存在しませんのでまああの抜けているところがないかということを確認しておくといいですで、まあ、例外はあの実務基礎に関してはその知識事項になってくるので一問一答の9の部分だけは前に上げる可能性はありますそこの部分はチェックしておくといいという形でやるかもしれませんがまあそれ以外のところについてはもう 本当に一気にやっていくということになりますで、あとはこのゼミについてはですね一応運用方法というか進め方についてはちょっと特殊でして <laughs> 一応攻撃、攻撃形式でやってるんだけれども、あのこの時期ってとにかく、一番大切なのは質問機会なんですよね、えー、質問機会であったりとか、あとは相談機会というのが重要になってきますので、えー、と講義の前後ですね、まあ、通学で来られている方は特に影響ないと思いますが、普通に、えー、講義の前後1時間、で、でズームで出られている方についても、まあ、の講義の前後1時間については、あの私の方でが待機しているという形になります。で講講義義後のののの時間といいううももししかかすするる相当遅くななっっちゃうので、まあ、場合にによっては講義前の方に特化するかもしれ 言ませんが基本的には最低でも、えー、毎回の講義の前の1時間については私の方が、まあ、ここに待機しているという形になりますので、えー、もし質問等があった場合です、ねえー、には、まあ、現実にいらっしゃる方は、まあ、私,の私がいるので、えー、来ていただいて、まあ、質問していただく、まあ、これについては質問内容は何も問わないというふうにしてます。 使っていきますで,で Zoom の方の場合にもですね、まあ、Zoom だとチャット欄の方が空いてるかは分からないのですけれども、まあ、ちょっとそこら辺運用の方はちょっとあの確認をちょっとしていきますけれども、えーまあ、メールなり、えー、Zoom のチャット欄なんかもしくは、まあ、場合によっては電話ですかね、えー、電話頂い,いて、まあ、質問事項とかがあればその質問事項に対して私の方で、えー、対応していくという形で、まあ、ある程度そ,のそこの部分については撤去、えー、をよく活用してもらえればと思ってます。で基本的には講義前の1時間は、えー、必ず 開けていますので,でもし、まあ、例年どうなるか分かりませんけれども多少パンクしそうだなと思ったら講義前にちょっと1時間半とか2時間前に私が来ればいいだけの話なので基本的にはまあ講義前にあのなんか質問があった場合にはそこが消化できる体制みたいなものは取,取,ろううの取ることになっていますであとは、えー、それがまず、えー、講義前後の進め方というか、ねまあ、基本的には自由に使ってくださいと私言いますんでという話ですであとはですね <laughs> えと答案やっぱり、ね、予備試験の論文ということになりますからやはり答案書いてなんぼってところがありますでただ、まあ、答案自体については、まあ、ある程度ね、ね答練とか模試とかさまざ、あ、まなところを受けていくということになりますからあのこのゼミの中では、まあ、一応ね、ねここで、ね、別な予備校の答練、えー、使うわけにいかないので <laughs> 一応、もレック使わざるを得ないですから、まあ、レックの方で公開模試があります、えー、と論文公開模試が、えー、と6月の方にありますでこの問題については全て、まああのまあ、受けられる方が多いと思います。で おそらく、受けてえ採点されて結果が返ってくるということはありますけれどもここでまあやられた問題についてはこれは加害で行います。 えとゼミ以外の課外の部分でえ例えば広報系だったらこの日のこの時間みたいな形でえまあ大体日程だいたいらないようにしますんであので講義の前とか後とかになるようにあのそういう形でまあ日程決めてそこの部分についてはもうあの任意で全然構いませんので Zoom で入られている方は Zoom を使ってですねあのいわゆるテレビ電話みたいなテレビ電話じゃないかあの電話会議みたいな形の,あのツールを使いますのでえそちらの方で双方向を使った形でのゼミ形式まあ今までなんか受けられたことのある方は あのまあ、論基礎ゼミとか論文指導とかと同じような形での双方向での講義というのを、えー、行います、えーまあ、大体、全部で回ってことな3回か4回ということになると思います、ね、民事系、刑事系広報系という形で、えー、行っていってあとは、ゼミを受けられている方はその答案については論文公開模試で提出されたものについては私の方でもあの一応、赤入れというかあの入れます。 なので、あの、まあ、これは希望者に、ということになりますけれども、もし、あの、論文公開模試で答案書かれて、で、私の方での指導を希望される方は、あの、もし、あの、連絡を、連絡というかね、その希望をいただいた方については、まあ、対面ないしは、ま、ズームで受けられたら、ズームでの面談ということになりますけれども、えー、その書いた答案ですね。えー、まあ、ちょっと選択科目はちょっとしんどいかなっていうところになりますけど、選択科目を除いた答案については、えー、対面指導という形で、えー、答案指導を行っていくという形の、えー、日程になっています。 で、まあ、細かい日程については追って連絡ということにはなります。けれども、あの基本的にはあの平日の昼みたいなことにはならないです。基本的には平日のまあ夕方から夜の時間帯の中で扱うということになりますので。えー、一応まあオフィシャルにだからこの論文。 直前対策というのはオフィシャルに言うとまあ講義としてはそのスクリーニングシートを使ってえ過去問であったりとかをまあ全部総まくりしていくということになるんだけどそこにまあプラスアルファとしてまあゼミならではということになりますからまああの前後でのまあ質問機会というのの確保ですねもう分からないところはまあ聞いてくださいというところとあとはえ課外になりますけれども双方向でのゼミでえまあ実際に論答案の書き方とかの漏れがないかというのを確認それからえまあ実際論文の答案指導という形のあたりのところも合わせてやっていくということになります。 あ,りますであとはです、ねあの、これはまあ例年、えー、になるんですけれどももう1つ、ね、えー、とこの直前対策の中では、ね、私の方で予想しますので、えーとまあ、講義の中で、ねえー、これ出るんじゃないか予想みたいなのを、ね、毎回やっていてひ、ね、そかにあの当,て当て続けているのであのなんか10分の2ぐらいは、ね、かすってくるので、まあ、一応、今年もまあ出るかもしれないなという問題とかあ出た場合にはちょっと、まあ、逆に言うと出るかもしれないなというのもそうなんだけど出た場合には若干差がつくかもしれないなというのはある程度、まあ、いくつか候補もあるのでそこのところについて まあ講義の中で、ですねまあおそらく直前、本当の直前期にねこれだけちょっと要注意だよみたいなリマインドもちょっとしていこうかなという,ふうに思っていますま、一応、直前のゼミという形になるので、そこまでまああの気を肩肘張らずにという形で、ねあのしっかりと分からないところがないかを詰めていくっていう作業をしていただければと思います、今日の講義については、このスクリーニングシートですねを使って進めていきますが、大体まあ時間としてはですね1時間半ぐらいでもうこれ全部やっていきます。一応予備試験のの過去問なのであのどういうい 事例だったかとかもそうなんですけど、漏れてるところがないかということを徹底的に詰めていってください。えー、ということになります。だからあれですよ。もうあの本当に予備試験の過去問って不思議なもんで、そのいやみんなやってんですよ。 これはもうやってない人の方が少なくて、大体回してたりとか、何らかにやってるんだけど、出たときに、間違いなく見たことあるけど、書けないが多く出てくるんですああ、あれじゃんってなる、でそれはもう絶対に防ぐえっていうことになりますから、であとはまあこのスクリーニングシートの使い方としては、基本的には、失礼しました、スクリーニングシートの使い方としては、基本的に Q&A の Q の形だけ、問題編の方では載せてます、ですので、もし問題編の方でまで抜けてるところがあったら、そこの方からチェ適宜チェックしていくってことになります。 で回答編っていうかねあの簡単な略解みたいなところのものを見て付け足して言ってもいいですしあとはまあ過去問解いたときにこの例,は例えばですね令和3年、えー、民法って1ページ目あると思うんですけども例えばそこのときに令和3年の民法をもう一回ね見直したときに、えー、自分で何か気付かなかった問題とかがここに書いてある以外ね えここに書いてある以外に、えー、例えばこういう問題あったなみたいなこういう論点みたいなの忘れてるなと思ったらここら辺付け足しておけばあの結局この一冊でとりあえず過去問の予備試験の過去問の全リマインド集になるようになってますので、まあ、例えば余白であったりとか、えー、まあ付箋なんか使って過去問やった時にああここまずかったとかねもしくはここ書けなかったみたいなものを付け足していけば、まあ、ある程度は。 あの形のあるものが作れていくとなりますので結構これ全札冊集めると結構いい,いいものができると思いますのであの、まあ、そこはもしっかりオリジナルで、えー、見ておいていただければと思いますではそれではですね早速ですけれども今日の、えー、内容ですけれども、えー、本当にあのこのぐらいのスピード感でやらないともう直前期は終わらないっていうのは一応ねあの、まあ、初回でまあ無料体験されてる方もいらっしゃると思うけどそのぐらいのことをやらないと過去も終わらないよっていうところはね、えー、ぜひ意識していただけると思いますでは早速ですけれども令和3年の民法から見ていきますで令和3年の民法の問題 っていうのはどんな問題だったかというとワインの売買契約とそのワイン倉庫の賃貸借契約が結ばれてでワインのほうが空調設備が不良によってワインの品質が劣化してしまってワインの売買契約を解除したでそのワインの売買契約を解除した後にじゃあとにそれと同時にです、ね、その賃貸借契約ワインセラーの賃貸借契約というものも解除できるかという問題。 と、それから、え、実際、ワインの譲渡担保設定契約がなされている、集合動産譲渡担保が設定契約がなされている、その一方で、え、別なものとの間で所有権、所有権留保特約に基づいて仕入れをした。で、その所有権留保特約に基づいて仕入れをして、所有権が、所有権売り主に留保されている、その物に対して譲渡担保設定契約の効力が及ぶのか。 っていうね、まあ、その辺りが主要論点になった問題ですで、まあ、しっかりあの確実に言えなきゃいけないものというのはまずあの制限種類債権とは何かですね問題としてはあの制限種類債権については、まあ、定義ということになりますけれども、まあ、少なくともあれですよね種類物なんだけれども範囲が特定されているものね、えー、例えば倉庫の中の、えー、ののすべて倉庫の中に貯蔵されている、えー、ワイン200本とか、まあ、ある程度その範囲が制限されている債権、えー、種類債権ということになりますここの制限種類再建これ何が 問題になるかということだけれども念のため確認ですねあの制限種類債権は利行不能手概念があるってこと、ね、あの種類債権の場合にはあの無限調達義務がありますから利行不能手概念ないけれどもえ制限種類債権の場合にはあの結局その制限種類物が全てなくなった場合滅出しますあごめんなさい利行不能になります、まあ、この場合だったらまあこれ本当にメモ書きになりますけれどもえ制限種類物 全てが滅出した場合ですよね通常であれば債務不履行解除の問題においては種類債権というのは基本的にはですね履行不能はありえないんだけど制限種類物の全て倉庫内のものが全て滅失した場合にはこれは412条の2の1項で履行不能になりますから結局その場合には542条1項1号に基づく解除っていうのが可能になる。 とということになりますですからまあ2番については制限種類債権であることが特定された場合には、えー、その履行不能要件というのはその種類物制限種類物の全てが滅出した場合に当たるんだということがまあ説明できていればいいと思いますで次に3番これは重要なところで判例があるものについてちょっと赤印つけておきますがこちら判例ですよね 複数の契約がまあ締結されましたで複数の契約が締結された場合に、まあ、一方契約に基づく解除によって他方の契約を解除することができるかという問題でこれはもう回答の仕方はしっかり押さえてください原則できないですからね、えー、原則としては、えー、そもそも契約が異なりますから、えー、まあ言ってみればその他方の契約の債務不履行がない以上は、えー、その別な契約の別な契約の 債務不履行ないし履行不能理由として、えー、他の契約の解除をすることはできないというのが、まあ、大原則ということになりますただ判例が言っている例外というのはあの密接に関連している場合でしたよね。えーまあ、今回の問題だと、ね、あの予備試験の過去問題だとそこが正直、えー、微妙なところではあったんだけれども、まあ、少なくとも密接に関連していて一方が あれで社会通念上、一方が履行されるだけでは契約目的が全体として達成できないとき。ここは力規範言えてるか確認してください。その、要するに、その、複数の契約の目的が相互に密接に関連していて、社会通念上、いずれかが履行されるだけでは目的が全体として達成されない場合には、一つの契約の債務不履行によって、他方の契約も合わせて解除できるというのが判例になりますので、まあ、こちら原則ダメだけど、例外は丸っていう。で、その例外事情があったかどうかがポイントになります。 じゃあこの例外的な具体的事情はどういうところに捉えられるかということだよね。じゃあどういうところに、まあ、過去問にに限らずですけど、どういうところに捉えられたかといったら、当然これはあの契約内容によって決まりますからです、ねあの、この時一番重要なのは契約の客観的側面です。えー、例えば、本県ワインと本県、えー、ワインセラーだっけ。 え確かねワイン1万本とワインのセラーということであれば、まあ、客観的にワインと保管倉庫っていうねそういうい客体がまあ近いっていうことは密接関連性を基礎づけるけれどもただあの予備の論文だったらプラスとマイナスに当たるものっていうのはそれぞれちゃんと抽出しなきゃいけなくて例えば予備試験の論文では注意しなきゃいけなかったことはあの別に本件ワワイインン以外にも貯蔵するることができよようななセラーなんだよね、えー、まあ実際にその例えばワインの売買契約が締結されてそして賃貸借契約が締結されたんだけどその賃貸借契約 契約期間ってやたら長かったんですよね。えー、賃貸者契約期間が、そのワインを貯蔵するだけでは。全然、それ以上のことができそうな感じなんですよね。ワインの貯蔵範囲も非常に大きくて、で、賃貸借約も大きい。そして、えー、そのワインを、その、買った人からすれば、本件ワイン、買ったワイン以外にもワインを買うということを予定していた。ということを考えると、ただ単にワインとワインの貯蔵庫っていう客観的側面。えー、その目的物の客観的側面だけではなくて、その。 実際に保有目的として客観的事実からどう推認できるかっていうことがポイントになりますからそうすると賃貸借期間の長さであったりとかそのワインの倉庫の規模であったりとかあとはまあもしくは当事者間でどんなやり取りがあったのかまあそういったことをちゃんと書いていくことになろうかと思いますまあここはまあちょっとあの当てはめのところになりますから実際あの当てはめで実際どういうふうな当てはめしているのかということはここは確認しておいてくださいで次にですね集合動産譲渡担保ですからえまあ集合動産を目的とする譲渡担保っていうのはまあ意義についてはこちらはまあ 言えればいいよねあの、まあ、ポイントとなるのはこの集合動産譲渡担保というのはあの一応集合動産に対して譲渡担保をかけるんだけれども通常の営業の範囲内においては、えー、その出入れが認められているものですで、ね、1回譲渡担保がその集合物に対して、えー、譲渡担保設定がなされた場合には通常の営業の範囲内での,その出し入れというものに対しては譲渡担保の効力というのは引き続き及ぶというのが、えー、集合譲渡担保ということですよね。集合動産譲渡担保とというここになりますでそしてこの 内容ですけれども有効性でこれはもう判例の要件というところに近いと思いますけれどもえとこちらもとにかく特定性ですよねえこの集合動産譲渡担保設定契約の有効性についてはまあとにかくえその範囲が特定されていることっていうのが圧倒的にえ意味を持ってきますえで具体的にはこれ判例が言っているところを覚えてますかねそのまあ一応集合動産譲渡担保については <laughs> あの種類所在場所量的範囲です え種類所在場所量的範囲という形でえ特定がされていることが必要になってくるということになりますで、まあ、一般的にはあの種類所在場所については大体特定されていることがほとんどで問題になるのは量的範囲ですよねで量的範囲については1分の1つまりその倉庫に所在するアルコール類の全てでも特定は OK ってことになりますべてってことは1分の1もしくは1歳のでもいいですね、まあ、それなら1分の1という形で特定されていますから、まあ、それでも十分特定されているよっていうことですね今回予備の令和3年はそこ聞いてましたはいではでこれね去年だからね2年連続出ねえだろうっていうのもあるように思えるけど2年連続出るケースもあるからねその、まあ、厄介なところはね本当に 憲法は2年連続、ね、表現の自由が出るしね <laughs> なんでこんな2回連続出すんだみたいなこともありますから、まあ、そこはちゃんと押さえておきましょうで次に集合動産譲渡担保の対抗要件です、えー、これも大丈夫ですかね専有改定の方法で OK です、まあ、基本引き渡しということになりますが、まあ、通常は専有改定の引き渡しで足りることになりますので、まあ、実際その専有改定の引き渡しがなされていたということが認定できれば、えー、集合動産譲渡担保について対抗要件が備えられる。 た、ま、だ、質問2で問われてしたのはこれでしたよ、ねえー、集合動産譲渡担保と所有権留保特約の優劣ということですでまず、これ1、2、3って書いてあるんだけれどもあのその場で考える問題ではあったんだけど集合動産譲渡担保の目的物っていうのは設定者以外の所有物がまず入るかっていうところが一つ論点になり得るところですで、基本的にはならないというのが一般的かなどうしてかっていうと譲渡担保設定契約っていうのはあくまでも処分の一環なんですよ。 えーまあ、言ってみれば定当権つけるのと同じことですからそうすると譲渡担保に入れるということ自体が定当権設定と同じように目的物の処分に当たりますから、えー、当然所有者でなければ処分権限ありませんので、えー、他人物に対して譲渡担保の設定をすることはそもそもできないと考えられています。だかかららら要すすするるにに他人のののの不動産当権つけられないいででしょっていうのとととうう同じここそうするとまずこの譲渡担保の 目的物には設定者以外の所有物は含まれるとは考えにくいというところが、ね、結論からするとねその集合動産譲渡担保と所有権流保特約は所有権流保特約が勝つよというのが、ね、本校の結論だったわけだけれどもあの所有権流保特約ただ問題の中に一つあったのが原則として括弧1にあるとおり譲渡担保設定契約におけるその対象目的物の中には所有者以外ごめ、うんなさい。 設定者以外のもののもは入らなないって考えるのが妥当なんだけどただその一方で条文というか問題文の中では所有権特約に転売許可っていう条項がついてたんですよねつまり債務者は転売を許可するという条項がついているから所有権留保特約がついているにもかかわらずそれについて転売することつまり処分することを設定者に認めるっていう合意があったでこの合意によって結論をひっくり返るんじゃないかっていうことが一つ考えられるわけですよね。 でただこれはあの一応頭の中に入れていてくださいなんで転売を認めるかというと所有権留保特約というのは例えば何かを売ってですねウイスキーだったと思うんだけどウイスキーを売ってでそのウイスキーの代金確保のために所有権留保特約をつけているからこの代金を確保するためにはその人に転売してもらわなきゃ困るわけですよ転売をすることによって債務者がお金を得てでその得たお金で支払ってもらうということがもともと予定されているわけですよねそうするとこのの所有権留保特約の転売 許可というのはあくまでもそのような、まあ、言ってみれば代金債権確保ののための転売に限定されるべきですよね、えー、つまりその所有権留保特約というのがなぜ、えー、所有権特約が付された目的物を転売していいっていうのはあくまでも留保所有権者ですねその留保所有権者たる債権者が債権を確保するためにその転売を認めてるだけだからあくまでもこの転売というのは。 言ってみれれば代金確保ののためにに必要なものに限られますそうするとこれは分離解釈通り転売のみが認められていると考えるべきだから転売を認めるという合意があるからといって、えー、譲渡担保の設定まで認めると、まあ、いうふうに解することは難しいだろうというふうに考えられています。 でそしてですね、あともう1点これあの予備の過去問なんかでも気付かなかった人結構いたんですけれどもあの所有権利補得役の効力が譲渡担保に優先するとしても譲渡担保の設定で占有改定を受けているから即時取得している可能性があるんですよね。 その言っっててみれば譲渡担保の目的物になってるわけですよで集合動産譲渡担保の目的物の中に1回入るわけですよね倉庫の中にでそして一応占有改定による引き渡しというのが1回あるとその占有改定の引き渡しの効果っていうのは目的物が出入りしても1回最初に占有改定の対抗要件を備えられれば営業の範囲内の目的物の変動では 実際そのの占有回転の効力を呼んででくるわけですよねそうすると一応その所有権留保のあったついたウイスキーっていうのが倉庫に運び込まれることによって一応なんかの一定の占有改定の効力が及びうるわけですよただじゃあそうするとそれによって実際に浄土担保権者がその浄土担保を即時取得する可能性っていうのがあるわけ浄土担保権を。 だけど、専有改定で即時取得できませんから、専有改定では即時取得できませんから、それは無理だよという、あたりのところが一応、えーまあ、令和3年の予備試験の中では、まあ、書ければいいかなというところで、ちなみに7の括弧さんは、これはもうほとんどの受験生書いてませんし、まあ、どうせ認められないんで、えー、どうせね、あの認められないんで、そこまでの検討は不要な部分もありますけれども、ただ、まあ、一応、専有改定の即時取得でって、一つの論点としてあったということです。ただ、7番については、この1と2がやっぱり主要、主欲です。 この1番と2番のところについてしっかりと契約解釈ができていたかというところになりますから、まあ、ある程度令和3年の問題はしっかり見ておく必要があると、まあ、いうふうに言えると思います、はい、でこんなペースでどんどん、えー、全部の過去もやってしまうとね、えー、あの抜けてるなというところが絶対見つかりますからねそこのところを確認しましょうでは令和2年の民法ということになりますが、まあ、令和2年の民法については成年後見人の話ですよね、えー、実際にもともとは無権代理人が えー、無権代理行為を行った後に、えー、本人の後見人に就任したという問題でした。ですね。だから無権代理人だった人が本人の後見人に就任して、そして後見人の立場で自分あの要するに追認拒絶をしたと。 ま、言ってみれば本人に対して最国が来るわけですよね。えー、その無権代理行為について相手方から最国が来た。でその最国に対して後見人に就任した無権代理人が追認拒絶をすることができるのかという問題が、まあ、説問2だったわけですけどで、まず大前提として拾わなきゃいけなかったことを確認。えー、青年後見人の代表権の範囲、追認拒絶に入るかという問題です。で、これはですね、ちゃんと859条の条文からしっかり導いていきましょう。あの、一般的にはね、あの、代表権ありますからね。 えまあ一応、859条からすると、えー、非後見人の財産に対する法律行為全般について、えー、行うことができる、まあ、言ってみれば、成年後見人って法定,代理人法定代理権がありますよね、えー、法定代理人として、その財産上の行為については、まあ、言ってみれば包括的な代表権を持っていますので、えー、追認拒絶権というものも一応、これは財産上のまあ効果を生じさせますよね。 えーまあ、言ってみれば無権代理行為の帰属というそういう財産上の効果というものを生じさせますから、えー、この追認拒絶権というものは、まあ、言ってみれば非後見人の財産に関しての、えーまあ、言ってみれば内容ということになりますよねですからこれはまあ含まれるということになりますですからまあ前提としてはこの代表権の範囲に追認拒絶権が入ると。 で、追認拒絶権が入るとして、じゃあそれを追認拒絶を後見人の立場からできるかって問題。そうするとこの問題、まあ過去に2回出題されてるところではありますけど、いわゆる資格平存説の問題ですよね。えーまあ、実際に 無権代理人が本人の後見人に就任した場合にその本人の後見人の立場と無権代理人の立場というのはこの人は併存しているわけです。であの、ちなみにこれ当然に資格併存しますからねあの。今までみたいに相続が発生して死にましたでガチャンコしたって話ではないでしょ。本人とね、本人が死んで無権代理人が相続しましたとかその逆みたいに相続してなんか一人になったというよりは普通に無権代理人が後見人に就任したって話でしょ。 いいよね、あの無権代理人が後見人に就任したってだけの話だからそれはあの当然に資格併存しますよね、えー、無権代理人の立場とそれから、えー、後見人の立場というのが併存するでその際に後見人として追認許可で,できるかっつったらあとはもう審議則上許されるかどうかという問題になってきますでただこの審議則上許されるかの問題については あのまあ、言ってみれば自ら無権代理行為を行った者がですね、えー、追認拒絶をするということは、まあ、ある意味禁犯限みたいなところがあって審議則上許されないよっていうことが、まあ、一応ベースにはなるんだけど、まあ、この問題ポイントになるのは後権人になるってことこですよねですから一応この時には通常の審議則に加えて後見人としての地位ですね、えー、後見人としての地位の特殊性についても 要、まあ、ー,ールであると。という点はねあのちょっと確認しておくと良いかと思います、まあ言ってみればですね後見人というのは、まあ、あくまでもねその本人の、まあ、いわゆる利益のために行うわけですよね。 えー、まあ法定代理人ということになりますから、まあ私的自治の補充という観点からすれば、えー、本人のためにプラスになるように行うということが前提になっています。そうすると追認を拒絶するということが必ずしも本人にとってマイナスにならないということはあるわけだよね。だから例えば自分から追認しておきながら追認拒絶するのはまあおかしいみたいなね、まあそういう議論っていうのがまあ審議則ではよく出てくるけれども、今回はその追認拒絶をするということが場合によっては本人にとって利益になる。 つまり後見人としての職務ですよね。 その職務との関係で追認拒絶が許容される場合もあり得る、まあ、そのあたりも考慮に入れてじゃあやっぱり双方向ですこの令和3年令和2年で見られるように令和3年だったらあれでしょ一方の契約でもう一方解除できるかっていうのはプラスに働く方向マイナスに働く方向みたいなの確かにしかしで、ね、しっかり組んでいくっていうのがあったけど、まあ、令和2年もうこれ近いところがあるんですよ確かに後見人としての地位からすれば審議則上、まあ、許され審議則上ですね後見、えー、人として非後見人のための利益のために働くというね職務の 性質からすれば、追認拒絶することが本人にとってプラスになるかもしれないよ、しかし、こういう事情から審議促上を許されないよという形で、ある程度、判例の立場を踏まえてです、ねえー、見ていくと、だからそらく結構マイナーな家族法の判例みたいなところもあるんだけれども、あのやっぱりそこら比較考慮なんですよね、えー、比較考慮の上で決すべきだというのが一応、判例でありますけれども、具体的にはもうこの後見人としての地位の特殊性についてもまあ考慮した上えで考えていくということになります。 であとは、えー、もう一つ問題がありました、差外行為取消権聞かれてましたね、えーまあ、実際にそのまあ、騙されたんですよね、えー、騙されて自分の持っている唯一の財産を安く売っちゃったっいう話です。 え騙されて自分の財産唯一の財産を安く売ってしまったで安く売ってしまったことを差害行為で取り消せるかっていう問題だったわけですねで基本的にはこれ差害行為取り消しについては要件ちゃんと言えるかどうかチェックシートで確認チェックシートに限らずですけれども、えー、しっかり確認しておいてくださいで実際出題されてたのはここはもう当てはめだけって問題です、えー、実際差害行為取り消しをすることができるかというあこれ判例でしたね判例が重要なところなんで丸つけておきますが まあ、当てはめだけということになりますので、まあ、そこはししっっかりと、えー、やっていきましょうでちなみにこの問題どういう問題だったかというと、まあ騙されて、えー、安く売ってしまったということから一般的に差害意思がなかったんですよね。 えー、まあ、実際になんか、ちょっと数字はちょっと違うかもしれないけど、三千万円相当の不動産を騙されて、三百万で売っちゃったみたいな時ね。でも、別に三百万で騙されて売ってるってことは、債権者を害する意図なく騙されてるだけですから。そうすると、債権者を害するっていう意思が処分者にはないから。そうすると、差害意思がないから、詐害行為取消権はできんぞっていうのがまあ、一応。前さ、前さばきという形で聞かれてたよね。じゃ、あ実際、じゃ、その時、債権者って何ができるかっていうと、唯一の財産を安く詐、詐欺で持ってかれちゃった。で、この時に、債権者として取れるのは、詐害行為 できないんだったら何だったかというと、これは詐欺取引権を代行使で取り戻すという法律構成でした。で、こちらも判例上重要なものでしたね。ちょっと上の方に戻りますけれども、あごめんなさい。あと判例で一応摘得な7番ね。えっ、ー、とまあ令和3年で問われてたのはまあこの367ぐらいのところが判例知識です。で、まあ令和2年についてはまあこんな感じですね、えー。まあ無権代理人と本人の えー、無権代理人が本人の後継に就任したって場合の処理とあとは詐欺取り消し権を非代権として、えー、再建した代権を行使できるかという問題で原則と例外ちゃんといきましょう原則はできませんからね、えー、どうしてかっていうと取消し権じゃ法定されてますからね、えー、実際にこれはあの錯後取消しの場合も、まあ、同じような話ですけれどもあの基本的にはねあの 確認はちょっと、ね、しておくといいかなと思いますけれども、えーまあ、取消し権については、まあ、120条の2項によって原則はできないんですよ。原則はだめですよね、えー、120条2項、でじゃあ例外的にどういう場合にできたかというところです、これ、判例覚えているかどうかの確認ね、えー、まず債権の保全の必要がある場合。 えー、つまりそれを取り消すことによってその非保全債権まあ非保全権利の保全の必要があることそしてもう一つは憑依者自らが詐欺を認めている。 まあ、いわゆる錯誤の判例だけれども詐欺にあったということについて認めているという場合には、えー、その錯誤取り消,消,消しを認めることができるという判例があるから、まあ、少なくともこの問題はです、ねえーまあ、改正法前の判例ではあったんだけれどもしっかりとここは押さえておきたいところ、まあ、取り消し権者が原則として法定されているからできないということを意外と書き漏れている答案が答案多かったので、まあ、一応、ポイントとしては債権保全の必要性ですよね。 まあここはあの略解みたいなところでまた入れますけれども、えー、債権保全の必要性があることと合わせてえと憑依者が詐欺の事実を認めていると。というのが一応。 一応判例としてはあったよね。まあこの場合には、えー、債権保全に必要な限度で取り消すことができると。えー、債権保全に。 とということで、まあ、実際論点的に聞かれていたのはこの辺りということだったんだけれども、まあ、もちろんこれについてはです、ね、しっかりとあの <laughs> まあ原則と例外というのを、ねえー、見出してもらえればいいかなと思います。ということでまあ令和2年はあのどちらかというとこういう問題だったわけですね。 じゃ続けて令和元年の方ですね、ちょっと見ていきますが、で令和元年は結構盛りだくさんだった問題です、で特にこれ、事例としてどんな事例だったかの確認ですごいざっくりね、A とか B とか C とか違いますけれども、まあ、ざっくり言ってしまうと、まあ、A が B に対して、えー、まあ例えばまあ買い受けた、えー、譲り受けをしたで、そしたらですね、まあ、一応ね、これは、まあ、一応これ不動産があってで、不動産に対して C が、 まあ、定等権つけたと、まあ、ちょっと事案としては、ね、あの少し簡略化している、えー、形にはなりますけれども大体、ねまあ、いいざっくりした感じの <laughs> 話になっちゃいますけれども大体、まあ、いいこういうふうな問題で低、まあ、等権がしかもこれ実行されたと。 あの実際予備士の令和元年の問題はもうちょっとかあの複雑ですもうちょっと複雑ではありますけれども、まあ、例えばざっくりすると、まあ、要するに同一不動産についての譲り受け人とそれから抵当権がまあ実行されたという、まあ、そういう話ですね抵当権が実行されてそして買い受け人が現れたというまあ問題ですよね。で。 買いい受け人が現れたという、まあ、こういうい事例でしたでこの時に、あのーまあ、しっかり意識してほしいのがですね <laughs> しっかりと意識してほしいのがこの対抗関係例えば買い受け人が例えば予備試験の事例だったらこの帝等権者自らが買い受けてるんで買い受け人が C だったんですが今回まあ便宜上 D という買い受け人が現れたとします。でこの買い受け人と B の所有者との間で、あのーまあ、当然対抗関係には立つんだけれども。 あの気をつけてほしいのがじゃあ何と何の戦後で決まるかって話話、ね、でよくやっちゃったこれ実際の答案でやっちゃった人で多くは、まあ、B の所有権と買い受けたことによる D の買い受け人の所有権が対抗関係に立つから B の所有権登記と D の所有権登記の戦後によると。 まあつまり抵等権で買い受けて所有権を取得したって主張だから買い受け人 D の所有権登記というものが対抗要件になるというふうに考えた人が非常に多かったんですがあのこれはもう出題された時にしっかり見ておいて抵等権の実行によって買い受けたわけだから定等権の効力が優先していいるならば買い受け人勝つんです,いいです、ね、そもそもこの問題っていうのはその C の抵等権と B の所有権が対抗関係です。で買い受け人 D は結局 C の定当権が要するに確定的にさ優先するならば結局得と,と同じなんですよその C の定当権が B の所有権に優先するのであれば結局はその C の定当権は B に優先することを確定しますからその確定したものを D が買い受けたってだけです実行によって。 とということは言ってみれば取得と,と同じよような話な話んですよ、まあ、これ全然ちょっと図としては違うけれども例えばこういう時に A と BB と CC と D っていうふうにあった時に、えーまあ、これ全然違う話だけどこことここが対抗関係になるっていう主張は原則として出てあの C が配信的役意者である場合以外は出てこないでしょ。 例えばこの時に B と D が対抗関係に立つんではなくて原則 C と D が対抗関係に立って C が登記を取った場合にはもうここで蹴りがつくんですよであとはそれで D が承継取得するだけでしょ D が承継取得するだけでしょであのもちろんこれについては、ね、C が配信的悪意者だった場合にはこの主張ができないから C が配信的悪意者だった場合にはこの主張ができないから D としては A あの、D、と。 えーこの C が配信的悪意者だった場合にはこの承継取得の主張ができないから B と D が対抗関係という主張をするしかないんだよねだから配信的悪意者から譲り受けたものについては第三者に当たるっていう論点が出てくるけれどもまず C が配信的悪意者じゃなければまあ普通に C で白黒ついてるから D はそれを承継取得するよって主張すれば終わりなんですとするとこれも同じですね抵等権の実行による買い受け人が現れた時に買い受け人の所有権登記を求める必要は全くないんです 言ってみればもう出発点として対抗関係としてはまあ B の所有権とそれから C の抵当権ここがもうすでに交換価値の把握という観点で相入れない関係に立っているわけですよね。で特にこれはの論文書くときにしっかりできてほしいのは対抗関係しっかりあの論じられてますかっていうことですね。えー、まあ言ってみればお互いに第三者に当たるってことを書けばいいので、えー、必ず第三者の意義は書くわけですよね。 えまあ当事者および包括証券人以外のものでってやつですええー、ね登記の献血を物件の特捜変動に関するええ登記の献血を主張する、えー、正当な利益を有するものっていうのが第三者に当たりますで、まあ、今回令和元年でも出てきましたが相続人絡んでくることが多いです予備試験ではで相続人絡んできた場合にはそれはあの包括証券人だからね、えー、ですから相続人の第三者該当性ないからねここはしっかり確認しておいて、まあ、よく、まあ、今回の問題で出てきてたのは 例えば A が死亡して、まあ、B が相続をしてでそして例えば C が例えば抵当権つけたと。っていう場合にこの2人は対抗関係じゃないからね。いいですよね。えーまあ、言ってみれば A が死亡して、まあ、A が持っている不動産に対してですね A が所有する不動産に対して C が抵当権つけました。 C が抵当権つけたでそれで A が B に対してこれ A が死亡して896条相続したっていう場合にちなみにこれ令和元年もちょっと簡略化した図がこの簡略化した事例はこれだったわけですよこんな感じの事例だったわけだけれどもここに相続絡んでるんだよね。で相続絡んでて間違って対抗関係この相続人と相続人との間で対抗関係だっていうふうに考えてしまうと問題も間違いになりますから。 気をつけてください相続人が絡んだ場合にはここ包括証券まあ私の入門とか受けてる方は、まあ、よく言うんだけど相続っつったらイコールで書いてねでね相続っつったらイコールで書きますからここは第三者性ないです。で仮にこの後にまに、あ、これ D って書いちゃったけどまあこれ例えばね、えー、便宜上、えー、E とかにしますけれどもまあこういう形でまあ相続の場合には当事者ですからこの後に B に打ったらこことここが対抗関係ね。 ここが対抗関係、ねえー、になりますから、まあ、予備の過去問で少しあこんなんあったなっていう感じでまだねうっすら覚えあのなんかぼやっとしてる方はここでもう一回事案だけは見ておくといいです。 特にまあ山張るわけではないですけど今年物件の可能性結構高いと思ってます、うん、あのどうしてもあの大体物件と債券ってある程度ねあの周期性があってでまあ昨年おととしって債券債券なんですよねでし結構ど真ん中の債券が出ているのでまあもう一回債券が出るとするとまあ,ある程度なんか債券譲渡とか総裁とかあの辺りとかね契約確論っていうのはあり得るのかもしれないけどまあ物件が絡んでくるとしたらやっぱり物件変動あのこれも毎年出来が悪いのであとちゃんと とあのこのあり特に抵等権絡んだところについては気質なのであのこれもし初見で間違えるんだったらそんなに文句言われないところなんですが令和元年なんかは抵、まあ、等権の実行の買い受け人と、えー、その B の所有者が争ったみたいなね所有権が争っている時に抵等権の登記との戦後で決まるっていうのは初見では間違える人そこそこいたんですよ。 でまあさまあ、採点はされないだろうけど、ね、低い点数になるだろうけどそれでも致命傷にならないんだけど今年それで出て間違えた時には致命傷になると思います、これは。なので、えー、定当権設定登記との戦後で決まるということになります。まあ、この辺のところはですね、まあ、第三者の意義、まあ、相続人の第三者該当性ないよっていうのもだからこれね、余談ではあるんだけどこれ予備試験2回出てるんですよ。 この相続人の該当性の問題というのは確か、一回え平成2何年とかで一回出ててもう一回令和元年出たらさすがに正答率上がってるんですよ、ね、正答率というかその再現答案ベースではみんな間違いないしまあ合格者はさすがに外さないとなってるからまあ担当と同じなんですよ、出たものはもう絶対に外しちゃいけないというね、その一つです、であとはこの2番についてはこの今言った話です、えー、この話ですね。 えー、不動産の譲り受け人と、えー、当該不動産の抵等権実行による買い受け人の優劣の判定基準何と何が対抗関係に立つか C の抵等権と B の所有権が対抗関係に立つってことですよねでこれもですねあの論文書く時のまあちょっとしたチップになるんだけれどもあの B と C が対抗関係ってあまり書かない方がいいです B の所有権と、えー、C の抵等権とか、えー、もしくは D の で権とかね、まあ、そういう形で何の権利と何の権利が対抗関係に立っているのかってことをちゃんと書くようにしてください、えー、でその時にはまあ最終的にはお互いに対抗関係に立つだから対抗要件をまあ先にグビした方がその自分の権利を主張できるとでちなみに対抗関係ってちなみにどういうふうに整理されるかってお互い第三者ってことね まあ論文書くとときにににはお互いに第三者の関係に立つとだからどちらかが登記、まあ、対抗要件かなどちらかを対抗要件を備えればそのものが一方的に主張できるという関係に立つということですでちなみにあのよく出てくる対抗関係を書くときによく使われるのがあり得ない関係ってやつですねお互いに、まあ、例えばこの場合だったら A から所有権の譲渡ですね A から譲渡を受けた B と A から抵当権の設定を受けたを受けた C についてはお互いに A, A, A からね譲渡ないし抵等権を受けてますからお互いに使用収益権限という点で相入れない関係に立ってると抵、まあ、等権ってするううことでしょ。 交換価値の把握ですあですすごごめめんんななささいい使用収益じゃえ逆低等権だからすいません言い間違い低、えー、等権の設定されているというと交換価値の把握という限度で、えー、C というのは A からその設定を受けているわけですからそうすると所有権を譲り受けた B と C との間は交換価値の把握において、えー、バッティングしていると相入れない関係に立つからお互いに正当な利益を有する第三者よって対抗関係に立つということを書いていけばいいということです。 あの物件はもう出てきたらね、しパっと言ってください。そして次に、えー、出題されたのは、まあ、法定地条件です、まあ。これは要件ちゃんと書いてねということになりますので、あの不安な方は法定地条件の成立要件はあのしっかり言えるようにしておいてください。もうこれは今言えるかって、まあ、自問自答した方がいいので簡単に言っておくと、あのまず、あの定当権設定当時に建物が存在していること、えー、そして定当権設定当時に土地と建物が同一時に帰属していること、そして、まあ、競売によって、えー、土地と建物が えーあ,わいまあ、あとは土地または建物に対して、えー、定等権が付されたことですよね土地または建物に定等権が付かれたこれは共同定当も OK です、えー、土地または建物ないしは共同定当が付されたことそれで定当権の実行によって土地と建物の所有者が別位に帰属したことこれによって法定地条件成立すると、まあ、いうことですで特に今回の問題ではどんな話だったかというと法定地条件が成立した時にその所有者は同じだったんですよね所有者は同じだったんだけど登記名義違ってたんですよね 例えば所有者は A 土地建物の実際の実態上の所有者は AA なんだけれども登記名義上は AB になっているといったように登記名義を基準とすると法定地条件は成立しないえけれども実体的な権利関係を基準とすると法定地条件が成立する、まあ、この時どうなったかというのはこれは判例がありましたよね。え実態上の基準の、えー、あれにするということで法定地条件は成立つまり実際の権利関係。 実際の権利関係を基準にすると。と、まあ、いうことになります。じゃあこれ過去問の事例とはちょっと変えていきますね。えー、過去問の事例とは異なってるけれども一緒に考えてほしいんです。あのもしじゃあ実際の権利関係を基準としていくと登記名義が違っていたとしても法定地条件は成立しないことになります。 えー、法定成立すすることになります失礼しま失しした、えーまあ、実際に権利関係が土地建物同じであれば登記名義が違ってても法定地位成立するんだけどただ低当権者としては登記名義見ますよねで登記名義を見て法定地条件が成立しないと思って土地の評価をすることは十分ありえますじゃあもしこの時にじゃあ定答権者で,で過去問の事例は ちょっと確認しておいてほしいんだけどこの問題を避けるためなんだけどそのもう法定地条件が成立してもまあやむを得ないという担保価値をわざわざ設定したんだよね。なんかちょっとこれ法定地条件成立するかもしれないなってちょっと疑わしかったから、まあ、担保価値をちょっと低めに設定してるんだけどもし仮にですね抵当、えー、権者が登記名義を信じてこれ取った建物別人だからこれ法定地条件成立しないとあくまでも役場地条件があるだけだとうう考えていたとした場合 担保価値値というのはその法定値条件が成立しない前提で把じゃあこの場合低等権者を保護するための法律構成って何かないですかと、まあ、いうことですね。でこれはですねあのちなみにあの4の判例の立場からすればそもそもこういう低等権者は保護に値しないというのが判例だよね。 言ってみれば、定当権を設定するにあたっては、現地検分に行くのが当たり前だから、で現地検分に行ってみたら、なんか土地建物があって、その土地建物が同一に帰属するんだっていうことは、まあ、言ってみれば、現地を見れば分かるから、まあ、実際に登記名義が違っても、法定地条件が成立することは予測できるだろうっていうのが、判例の立場ではあります。でただですね、これ、一般的にはどう考えていくかっていうと、登記名義を信じて、法定地条件が成立しないと思いました、で、で実際には法定地条件が成立します。 登記を信じたけどあなた登記には更新力がないんですよって話でしょですからこれもし仮にそういうふうなことで低当権者保護するんだったら94条する論でしょうねえー、どうすると実際その当名義が別位になっていることについて本人に奇跡性があるかどうかですいいでねえー、まあこの場合本人というのはまあ法定地条件が成立しないとした場合のおそらく建物所有者ってことになるでしょうねえー、法定地条件が成立 えー、しなかった場合にまあ言ってみれば不利益を被る建物所有者ってことになりますが、まあ、その、えー、94条2項の累推適用論によって保護される可能性は十分ありえるということですね。まあうことです今回はあれかなもし仮にそうだった場合に意思外形対応型になるでしょうからね、えー、例えば別人名義の登記にしようと思ってほったらかしにしてたってケースでしょうからね。えーまあ、もしくはこれは状況によるね勝手にやられちゃったっていうケースであれば。 ね、勝手にやられちゃったってケースだったら、まあ、194条2項と110条ってこともあり得ますけれども、まあ、これはま、事案によって変わります。えー、なので、ま、一応この辺のところは、えー、さっと言えるといいかなというところです。で、そして合わせてもう一つ、えー、令和元年の狩猟論点として取得事項が聞かれてました。えー、 まあ言ってみれば取得事項によって主張できるかという問題が問われてたわけですけれども,えもうこれはもうシンプルにあの問題で事項に気付いたかどうかという問題だったわけですで。念のため確認ですけどこの問題令和元年の問題をもう1回ね後で見直したときにこれ思いつかねえなって思った人はやたら年経ってるなってのが1つあるんですね。やたら年経ってるなっていうのが1つあるんだけどあのもう1つはこれ、承継取得が認められなかったんですよね。 この要するに B としては C に対して何か勝負できるかって話なんですよ、すごいざっくり言えばね。こういう事案において C からあ C じゃなくて買い受け人から明け渡し請求をくらったわけですよ。まあ、このような、まあ、ざっくりしたらこういう事案において、えー、買い受け人から明け渡し請求をくらったものがなんとか拒めねえかだけれども結局 A から買ったんじゃじゃ勝てないんですよ。でこれはもう民法の,その物件の基本原則ね、承継取得で主張するって、承継取得今回勝てないじゃん、これは。A からの証券取得ででは対抗要件負けた 承継取得がだめなら原資取得なんですよいいですねあのその順番で考えていけば自己取得というのは当然出てくるはずだろうというのが一応ね問題だったわけですで一応低当権者になんで主張できるかっていったら原資取得ってどういうものですか低当権の負担のないまっさらな土地を手に入れるんです、えー、ですからまあ短期自己取得の事例だったけれども自己取得が主張できる場合にはえ低当権者に対してまあ原資取得したと つまり低等権の負担のない土地を時効に原子得したということを理由としてその結果低等権が消滅するんだっていうことが主張できるということです。 で、そして短期取得事項については要件事実聞かれてましたね。あの念のため短期取得事項ですけれども、ポイントになるのは推定規定ががっちり働いてきます。えーまあ、推定規定ががっちり働いてきますから、結論だけ言います。主張すべきことは、物の最初と最後の両時点の占有の事実。そして占有開始時における、まあ、自らが権利者、もしくは自らに権限があることについての無過失。このだけですよね。 え平穏公然善意は推定されますし事故物であることは判例上いいよね他人の物であることは判例上必要ありませんしあとはえと戦友の前後の両時点についてのえ証明があれば継続推定されますからまあ結果的にはあの最初と最後の戦友の事実とそれから戦友開始時におけるまあ自らが権限あるんだとまあいうことに対する信じて疑わなかったことに対する無過失ですよね。 まあ言ってみれば前後の両時点の占有と占有開始時の無過失とで無過失の対象はその占有開始時点において自分に権限があるということに対して信じて疑わないことに対しての無過失ですでそしてあとは物「物であることですよねまあもちろんこれは自己物でもいいということになりますまあここはちゃんと言えるようにで答案書く時にはこれはこれからも出ると思うんでやっておくとあの推定される場合にはあの覆す事情はないと書けばいいですからね あの推定されることを書けばいいですから例えば短期取得事項を認められるかという問題が出ている時に、えー、この事実は推定されるということですね善意、平穏、公然は推定され、えー、前後の両時点の占有,、えー、有が証明されれば継続が推定される本件では,本文では推定を覆す事情はないと書けばそれでいいです。 いいですね、あのそれだけでもう全部認定されることになりますから、えー、そこは、まあ、推定を覆す事情がないってことを一言触れちゃえばよいということになりますでそして事故、えーまあ、物の事項取得、まあ、これについては判例が、まあ、言ってるところですから、まあ、この問題はまさに事故物の事項取得の土典型の場面ですよねその低等権者に対して対抗するっていうことになりますから所有者は所有権あるんですよねいいですよね低等権が設定されている間も B は所有者ですから、まあ、対抗要件備えてなくてもいいんでしょ 対抗要件を備えてなくても結局物件変動はしてますから排他性がないだけで、えー、言ってみれば第三者に対抗できないだけであって、まあ、A から B に所有権が移転されて登記を備えていない段階でも、まあ、AB 間では普通に登記がなくても物件変動は有効に生じていますこれは民法176条からも明らかだよねですから B は事故物の所有者だったんですよ 投機はないかったけどね。ということはそれを占有することで原子取得して低当権者ぶっ飛ばせるかというね、まあ、そういう話だからそれで初めて自己物の自己取得の問題が出てくるであとは最後に自己物の自己取得ができるとしても、はいえー、確認ですけれども、まあ、C っていうのはこれ自己完成前の第三者だったわけですね、えー、自己完成する前に低当権をつけているということになりますからそうすると B は別に投機がなくともいけるよねってことになります。 えー、まあいいですね、えー時効まあ、この時効取得による所有権取得、まあ、所有権の原資取得を時効完成前の第三者に対して投だけで主張することはできる何ででしたっけこれは物件変動の当事者だからね、えーまあ、全種公種の関係にあたりますから。 物件変動の当事者ないしは全種公種の関係にあたるから投機なくして主張できますよということを聞いているだからこの令和元年の問題っていうのはね承継取得の主張だと対抗関係に立つから負けちゃうんだけれども原資取得になると対抗関係ではないから投機なくても勝てちゃうということをまあ横断的に聞いていたって問題ですね。まあ設問一では承継取得による主張はちょっと難しくてまあせいぜい法定地条件で勝負するしかない占有権限で勝負するしかないと まあいう問題だったわけですが、まあ、説問の方では原子取得の方は認められるというあたりをまあ見ていくという問題それはま令和三年ということですあれは元年ということですじゃあこんな感じでどんどんね見ていくとでそうやって全部終わっちゃえば予備試験の全部のリマインドができてしまうのであの危ないところは全部やってねあの結構ここってあのなんか過去問やんなくてもいいじゃんと思うかもしれないけど結構そこであれって思ったところは見た方がいいし全部すっきりしてるのであれば自信持って次行けばいいからね